はいどうも、 G パラダイス店長高地です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は柏さんが陸海空と展開しておりますマスターオブ G シリーズから海、特に海上に特化したモデルガルフマスターの歴史を紐解いていきたいと思います。少し前にガルフマンの系譜を前編後編と2回にわたってお送りしていたんですが、ガルフマスターはアナログ化されたガルフマンということになりますので、今回はその続編になるかと思います。それでは早速見ていきたいと思いますが、こちらがガルフマスターとしては初号機になります。発売は2014年6月で、主な型番は GWN-1000 となります。先代の2代目ガルフマンの最終進化系 GW-9110 の発売が2010年6月でしたから、ちょうど4年後にアナログ化された感じなんです。このガルフマスターの誕生から約1年後にはマットマンのアナログ化も行われまして、このマットマスターも誕生しましたし、ソラジーであるスカイコックピットも円熟期を迎えまして、もともとアナログだったにもかかわらず名前をグラビティマスターに変えてきたりと、この頃のカシオさんが G ショックの顔としてこの陸海空のマスターオブ G シリーズを前面に押し出していくぞといった意気込みが感じられる、そんな生き生きとした時代だったような気がします。もちろん今でも生き生きとしてますけどね。当時を振り返りますと、電波ソーラーの円軸機に加えてアナログムーブメントの対衝撃性への自信というのも見事に重なった時期だったのかもしれませんね。そこへさらにプロトレックで培ってきた環境計測機能トリプルセンサーバージョン3を満を持して G-SHOCK への移植も始まりましたので、この頃の G-SHOCK って本当にこれぞ G-SHOCK みたいな名作を次々と発表していたすごい時代だったんですよ。特に2014年から2016年、この3年間は本当にすごかった。まさにマスターオブ G の黄金期と言っていいかと思います。で、このアナログ化されたガルフマン、ガルフマスターに話は戻りますが、これただのアナログ化されただけではないんですね。それまでの海 G ガルフマンにはタイドグラフと月齢表示が標準装備されていたんですが、このガルフマスターからは先ほどもちょっと言いましたが、方位、気圧、温度が計測できる最新の環境計測機能トリプルセンサーバージョン3を搭載してきたんですね。地球上で最も過酷な自然環境の一つである海上での使用を想定したモデルとして開発が続いてきたガルフマンシリーズとしては、これでかなり完全体に近づいたと言っても過言ではないかと思います。まあほぼほぼ完全体と言ってもいいんじゃないでしょうか。もちろんそれだけではなく、ものすごい進化を遂げておりますので、この辺からちょっとカシオさんの解説を引用させていただきます。嵐や荒波の中でも活動するクルーやレンジャーたちが任務遂行の上で必要となる情報を G-SHOCK 初となるトリプルセンサーバージョン3プラススマートアクセスの搭載で素早く確実に表示することを可能にしました。クルーたちが最も必要とする情報である気圧計測機能を進化させました。嵐や低気圧の接近による急激な気圧変化があった際、インダイヤルでの指針とデジタル表示、さらにアラームで放置させる気圧傾向インフォメーション機能を装備、また気圧計測時自動計測で記録した過去の数値と現在の数値の差をカーボンファイバー製の秒針がベゼルに刻まれた数値を指すことで気圧の変化を素早く確認できる機能も備えました。海上での任務遂行時に必須な機能である方位計測、タイドグラフ、月齢表示、さらに不測の事態では重要な情報となる温度計測機能も備えています。デザインは海を感じさせる艦船のケーキやコンパスをモチーフにしました。ベゼル、ボタン、ビスに至るまでサークル形状で統一し、船上で時計がロープや設備と干渉しづらいフォルムに仕上げました。操作性とタフネスデザインを実現、海という極限に挑むためさらなる機能進化を果たしたガルフマスターの登場ですということで、これはもう時計というよりもはや海上で働く男に欠かせない道具といった方がしっくりくる感じですよね。こいつの持っている性能をリスト化しますとこんな感じになります。どうですか、先代のガルフマンに比べるとすごい進化ですよね。これを腕にするだけで危険と隣り合わせの海上でもかなりの安心感が得られると思います。このリストをご覧になってもうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、この初代ガルフマスターには残念ながらラストレジスト構造が搭載されていないんですね。ガルフマンの先祖であるフィッシャーマンから脈々と受け継がれてきた機能ラストレジスト構造がなぜか外されてしまったんですね。ラストレジスト構造っていうのはこのように外装を構成する全ての金属パーツを錆に強いチタンにすることで完璧な防潮対策を実現しまして、海水に触れても錆びない、まさに海上でのミッションには不可欠な構造なんですが、なぜかこのガルフマスターからはこの機構を搭載しなくなってしまったんですよね。これおそらくいろいろな機能を搭載したことによってコストが上がりすぎてしまって、ボディにまでコストをかけることができなくなってしまったんじゃないかと思うんですよね。ラストレジスト構造っていうのは簡単に言いますと外気に触れる金属部分をチタンにするっていうことなんですけども、
このチタンっていうのは高い金属ですから、高いチタンを使えばその分販売価格に乗せなければいけませんので、アナログ化したガルフマンをそれまでのように多くの方に使用してもらうために、団長の思いでチタンの採用を見送ったんだと思います。代わりにステンレスが使われているんですが、ぶっちゃけステンレスだってチタンほどではないですが、錆びづらい素材ではありますのでね、もうステンレスでよくね、無理にチタンにしなくてもいいんじゃねと会議で決定されたんだと思いますね。この初代ガルフマンは定価が57,000円と、実際コスパも良かったんですよね。これだけの機能が乗ってて実勢販売価格40,000円台で買えるってかなり安いと思うんですよね。でももしこれをチタンにしていたら、おそらく20,000円くらい上乗せしなければいけなかったでしょうから、まあそうするとちょっと高いな、なかなか手が出せないって感じになってたと思うんですよね。ということでカシオさんの的確な判断もありまして、それまでの多くのガルフマンファンにも受け入れられまして、見事ベストセラーモデル、人気機種になっていったんですね。ちなみにこちらはレスキューレッドっていうシリーズの1本でして、型番は GWN-1000RD-4HJF となります。過酷な現場で活躍する特殊車両や航空機などに使用されるレッドと、その任務にあたる隊員が着用する制服のネイビーブルーをアクセントカラーに配色、過酷な環境に立ち向かう熱きマインドをカラーで表現ということで、まさにマスターオブ G にぴったりのカラーリングなんですよね。この深みのあるレッドにこの黒いリングが絶妙にマッチしておりまして、これぞ男の G ショックって感じで、本当にかっこいいんですよ。それからこちら、初代ガルフマスター発売の翌年、2015年8月に発売されました GN-1000 というモデルなんですが、こちらの初代ガルフマスターから主に電波ソーラーと気圧計測を外したツインセンサーにしてきておりまして、いわゆるガルフマスターの廉価版という立ち位置で発売されたモデルになります。ただ廉価版の場合、デザインの方に力を入れてきますので、廉価版といってもやっぱりかっこいいんですよ。このかっこよさでこっちより2万円くらい安く買えますので、めちゃくちゃコスパのいい1本なんですよね。気圧が測れないということで、ここのメモリは必要ないですから、代わりにこの A 字をぐるっと入れてきてまして、それとソーラーパネルの必要もないので、文字盤のレイアウトが自由にできるということもあって、かなりマリンテイストでかっこいいデザインに仕上げてきたということなんですね。このブルーのリングに白い A 字ぐるっていうのは他の G-SHOCK ではできないことですからね。唯一無二のモデルということですので、これはもうぜひコレクションに加えていただきたい一本かと思います。さあ続きまして、この2代目ガルフマスター発売の翌年、2016年8月、ついにガルフマスターの最終進化系、3代目ガルフマスターの登場でございます。こちらです。こいつの主な型番は GW-9000 となるんですが、この型番よく見ると初代の型番に9を足しただけなんですね。普通ならリニューアルされた場合 GWN-2000 になるはずなんですが、なぜか9をつけて1000のままなんですよね。それほどこの9には強い意味が込められているってことですよね。それじゃあこの9って何なのかと言いますと、 G-SHOCK 初のクワッドセンサーを搭載したぞってことなんです。初代のトリプルセンサー、方位、気圧、温度に加えて水深も測れるようにしてきたぞってことなんです。私恥ずかしながら未だかつて G-SHOCK を水没させたことがありませんので、水深が測れるようになりましたよって言われましても、おそらく一生使わない機能だと思いますけどね。まあそれはいいんですが、海上での任務に特化した時計なのに、なぜ海の下、水深を測れるようにしてきたんでしょうかね。それはおそらく船乗りならたまには船底の清掃とか修理とかで海に潜ることもあるだろうと想定してきたんだと思うんですよね。言われてみたらそりゃそうですよね。長い航海になれば船の上だけにいるわけにはいかないですからね。実際の航海を想定してより実戦向けに仕上げてきたといった感じなんです。おそらく今回のリニューアルにあたっては実際に船乗りの声を聞いたんでしょうね。たくさんリサーチしたんだと思います。もちろんフロックマンほど深く潜ることはできないと思いますが、船底に行くぐらいなら全く問題ない防水性も備わっているんですね。その証拠にこのボタンも耐久性が高いメタルパイプと3連のオーリングを内装することによってさらに防水性を高めたということですし、それからこの方位計も進化しておりまして、まるで潜ることを想定したかのように、こちら時計の傾きを感知し、その傾斜を補正して方位を正しく計測できる自動水平補正機能まで備えてきてるんです。カシオさんでは大きく揺れる船上でも正しい方位計測が可能と解説しておりますが、同年に発売されたフロックマンではこの機能のことを船底から巻き上げられる泥や浮遊物などで視界が限られる潜水任務遂行時に重要な方位情報を腕の角度を気にすることなく計測確認できる新開発の方位計測機能と
解説しています。なのでやっぱりこの機能も潜る時にはあると便利な機能ということになるんですね。このように海上の任務にあたって全てのシーンで死角がなくなったということですし、空母にはサファイアガラスを採用してさらに頑丈にしてきまして、本当の意味で完璧な海地、海の強者がここに誕生したといった感じなんですよね。その他の機能は初代ガルフマスターとほぼほぼ同じですが、デザインを大幅に変えてきておりまして、機能が増えた分大きさも一回り大きくなって、見た目も堂々として、まさに海の男に似合う、そんなモデルに仕上がっているかと思います。お値段も初代からは一気に2倍近く上がりまして、定価がなんと10万円とかなりいいお値段になっちゃいましたが、まあそれだけのステータスは感じられますのでね、決して買って損はない一本かと思います。この辺でざっくりとなんですが、操作方法をちょっとやってみたいと思います。まずこちらのモードボタンを押しますと、まずはリコール、これは記録を確認するモードですね。でワールドタイム、次が日の出日の入りですね。でストップウォッチ、タイマー、アラームとなりまして、最後に電波受信のモードになりまして、元の時刻に戻ると。でセンサーの表示はここの A ボタンを押していきます。まずはバーロ、気圧ですね。この状態で C ボタンを押しますと気圧差インジケーターが作動します。これは現在計測中の気圧と自動計測で記録していた最新の計測値の差を指し示してくれるんですよね。この一メモリで1ヘクトパスカルになりまして、最大で10ヘクトパスカルまで表示してくれます。上に急上昇すると体調を崩す方もいらっしゃるので目安になるかと思います。逆に急降下した時は急に天候が悪くなりますので注意が必要と予測してくれます。特に台風が近づいてくると急降下しますので、ここがメモリ5くらいになる感じですかね。さすがにマックスまで振り切れるってことはありえないかと思います。あるとすると最新自動計測が2時間前で、今台風とか爆弾低気圧がかなり近くなったとか、そんな時には10まで行くかもしれませんね。こうやって海上の気圧の変化をいち早く知ることができますので、船上での仕事をされる方には本当便利な機能かと思いますね。で次が方位、こちらの針で常に北を指しておりまして、デジタルの方では細かな数値が表示されます。でアルティ、高度ですね。でテンプ、温度と切り替わりまして、最後にデプス、今回新たに加わった水深計測モードですね。秒針もこのように計測モードで水深時間計測の待機の状態になります。実際に潜水が始まりますと、こちらの秒針で潜水時間、デジタルの方で水深を表示してくれます。で次に海上に出るまでは計測が終わるまで B ボタンを押しても切り替えることができなくなります。それだけこの計測値っていうのは命に関わるほど大事なデータだということですね。ちなみにこちらは2017年4月に発売されました GWN-9000MB-1AJF となります。こちらはマスターインマリンブルーというシリーズの一本なんですが、大自然の雄大さや美しさと厳格さや神秘性をデザインとカラーで表現ということで、やっぱりこの辺ですかね。このリングのマリンブルーって言いますか、ネオングリーンって感じなんですかね。ここからだんだんパープルに変化していく感じが、ちょうど海の日の出の時の朝焼けのイメージなんですかね。海の神秘といいますか、ロマンを感じますよね。この新型ガルフマスターのデザインとかコンセプトにもバッチリハマってるって感じで、本当にかっこいいんですよね。それからこちらは2018年3月に発売となりました GWN-9000MCA-1BJF となります。こちらはこの黒と白のコントラストでいかにも精悍そうなデザインに仕上げてきておりまして、海の強者と呼ぶにふさわしい風格が漂っている感じで、いやーかっこいいですね。このモデルの特筆すべき点はやっぱりこちら、コンポジットバンドを採用してきたところでしょうか。2015年に出たスカイコックピットGW-A1100 のフライトコンポジットバンドを使ってからその魅力にハマっておりまして、当時はずっとこれ普段使いしていたほどなんですが、これが出た時もですね、まあ、このかっこよさに一目惚れしたってこともあるんですが、コンポジットバンドだって迷わず即買いしちゃったんですよね。実はこれ前年の2017年にもコンポジットバンドタイプ出ていたんですが、私その時なぜか気がつかなくてですね、買ってなかったんですよね。でもそのおかげでこちらを買うことができましたので、まあ、結果オーライだったのかもしれません。ですぐ腕につけてみましたら、やっぱりつけ心地は天下一品、最高でした。見た目はメタルバンドっぽいのにものすごく軽いですし、ステンレスのようにヒヤッとすることもなく肌にすぐ馴染んでくる感じなんですよね。3代目からついてきたこのプロテクターも健在でしたので、腕へのフィット感、装着感も最高なんですよ。もちろんここも三つ折り式の中留めになってますので、メタル G 同様このように脱着も簡単ですし、さらに海で使うことを想定してなのか、
バンドの長さを微調整できるエクステンション機構もついておりますので、ウェットスーツを着た上からもつけられますし、陸に上がった後の日常使い、タウンユースでもそのまま使えるんですよね。このように腕時計としての使いやすさも段違いに向上してきた感じなんです。まあもちろんウレタンバンドの方が好きっていう方もいらっしゃいますので、この辺は好みの問題になるかと思います。とにかくこちらカシオさんの威信をかけた最高傑作、海爺の完全体ですのでね、まあちょっとくらい高くなってても状態がいいものであれば、こちらも買っておいて決して損はない一本かと思います。はい、いかがでしたでしょうか。ガルフマンの系譜完結編、楽しんでいただけましたでしょうか。ガルフマンの最終進化系すごかったですよね。このフィッシャーマンからスタートして最後はこうなっちゃうんですからね。カシオさんの企業努力、技術の進歩には目を見張るものがありますよね。カシオさん、これからもよろしくお願いいたします。はい、今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。